皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校2年生国語の内容です。タンポポの知恵、教科書41ページから51ページを見ましょう。教科書42ページから45ページ4行目までを音読しましょう。動画をここで止めて、終わったらまた再生してください。上の読みに合う漢字と送り仮名をノートに書きましょう。動画をここで止めて、終わったらまた再生してください。自分で丸付けをしましょう。間違った漢字をノートに練習しましょう。動画をここで止めて、終わったらまた再生してください。今日の学習課題です。綿毛ができる頃、タンポポはどんな知恵を働かせているのか、一緒に考えていきましょう。教科書45ページ6行目から46ページ4行目までゆっくり声に出して読みましょう。動画をここで止めて、終わったら再生してください。綿毛ができる頃のタンポポの知恵をワークシート3にまとめましょう。動画をここで止めて、終わったらまた再生してください。綿毛ができる頃の知恵について次のようにまとめられるといいですね。ここで動画を止めて答えを確認してまた再生してください。学習のまとめです。綿毛ができる頃、タンポポは種を遠くまで飛ばすため、花の軸をぐんぐん伸ばす知恵を働かせています。学習の振り返りです。頑張ったことや分かったことなどノートに書きましょう。ここで動画を止めて、終わったらまた再生してください。練習問題です。タンポポの知恵を働かせるわけを見つけるために、何に気をつけて読むと良いでしょうか。教科書を読んで答えましょう。動画をここで止めて、終わったら再生してください。答えは、終わりの言葉が、からですになっているところに気をつけて読みます。動画をここで止めて、終わったらまた再生してください。今日の授業をもとに何度も音読をしてみてください。これでお勉強を終わりにします。